さあ平安時代、平安京と摂関政治っていうところをやっていきます。でこの平安時代、新たにスタートした時代なんだけれども、さあ最初この平安時代なんていう天皇が政治を行っていたか、天皇の名前から押さえていってほしいんだけど、さあここから入れていきましょう。これが桓武天皇という人物が最初政治を行っていました。でこの桓武天皇がこの都をある場所に移したことによって時代っていうのが新しくスタートします。さあ桓武天皇が都をどこに移したか、これはもしかしたら聞いたことあるかもしれないけど、さあ入れていきましょう。これが平安京に移したことによって、この平安時代っていう新たな時代がスタートします。京都にあるんだけれども、京都の平安京に移したことによって平安時代っていうのがスタートするんだよね。でこの平安京に移した年、これが794年、鳴くよウグイス平安京とかね、よくね言ったりするんだけど、794とこの平安京を結びつけてしっかりと押さえておいてほしいね。でこの平安京を移した年が平安時代のスタートでもあるので、この年号しっかりと押さえていってください。で、まあ、桓武天皇の政治がこうスタートしていくんだけれども、さあ他にやったこと、どんなことやったのかっていうと、実はね日本ってまだ東北地方の方に従わない人物がいたと、朝廷に従わない、天皇に従わなかった人たちがいたと、俺らは俺らでやっていくぞっていうことで、こういう人たちがいたんだと、東北地方にまだ従わない人たちがいたと。じゃあその人たちのことを何と呼んだか、ね、東北地方に朝廷に従わない人たちがいたと、その人たちのことを何と呼んだかっていうと、これ入れていきましょう。これをえみしっていう風に呼びます。ちょっと漢字が難しいのでよく見て写してください。えみしって呼んでるんだよね。東北地方にまだ日本に従わなかった人たちがいたんだよと。はい。でこのえみしっていうのをもう平安時代で新しい時代になったから、もう日本を統一しようと、東北地方の人たちもちゃんと朝廷に従わせようっていうことを考えるんだよね。でここである人物が、ここ大事です、征夷大将軍に任命されて、このえみしっていうのを日本にちゃんと従わせようと、朝廷に従わせようっていう風に行くんだよね。こう従わせに行くってことをやるんだよね。でこの征夷大将軍ってね、こっから日本でね力を持つ役職になるんだけど、スタートはこれなんだよね。征夷の夷にこのえみしのこの漢字が入ってるね。なのでえみしを制するための役職がこの征夷大将軍の始まりなんだよね。じゃあ誰が征夷大将軍になって東北地方まで行ってえみしをこう抑えに行ったかと、従わせに行ったかっていうところなんだけど、さあこの人物入れておいてください。さあこれが坂上の田村麻呂という人物が征夷大将軍になってえみしを従えに行ったんだよと、そこを押さえておいてください。でこの、ね、坂上の田村麻呂、なんでこんな名前長いんだと、漢字6文字、まあ、今だとなかなかいないけれども、さあこんな人物が征夷大将軍に任命されて東北地方に行ってえみしを従えに行ったんだっていうところを押さえておいてほしいのね。さあそして桓武天皇の時代からこの後ある一族の政治へと移り変わっていきます。さあなんちゃら氏の政治って書いてあるんだけど、さあなんていう名前がここに入るかっていうと、これが藤原氏っていう一族がだん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 朝廷の中で力を持つようになっていくんだよね。え、この藤原氏って何なんですかと、急に出てきて何なんですかって感じだよね。で実はこれ覚えてるかっていうところなんだけど、大化の改新の時にこういう人物いたよね。中富の鎌足って覚えてるよね。なんか覚えるの大変だったなって記憶あると思うけど、この中富の鎌足っていうのは後に大化の改新の後名字が藤原と名乗るようになると、藤原の鎌足っていうようになるんでね。なのでこの藤原氏っていうのはここから来てるんでね。なのでまあこの藤原氏っていうのがだん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 と力を持つようになっていたと。じゃあどうやってこの藤原氏って力を持つようになったかっていうところなんだけど、例えば藤原、ちょっとここに書きますよ。藤原氏がいます。はい、藤原氏がいます。で子供がいますと、はい、子供が生まれますと、子供できるよね。でこの子供を天皇と結婚させます。まあ娘だよね、娘です。子供っていうのは娘です。その娘を天皇と結婚させるよと。おお、なんか近い関係になるよね、藤原氏天皇と。でこの天皇と子供の間に生まれた子供を次の天皇にするんだよ。 OK ですか。はい、
そうするとこの藤原氏は天皇のおじいちゃんにあたるよね。なので天皇に口を出しやすいと、ね、自分の子供のさらに子供ってまあおじいちゃんポジションでね、まあ子供がいて孫がいてみたいな感じだと思うけど、孫が天皇だったらなんかおじいちゃん的な立場で口出しやすいよね。ということで藤原氏はこういうふうに自分の娘を天皇と結婚させて、でその子供を天皇にすることによって力を握っていったと、政治にどん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 口を出すようになっていったんだと。で具体的に役職に藤原氏っていうのはついていったんだけど、まず一つ目の役職、天皇が女性や幼い時に代わりに政治を行うっていう役職があるんだけど、これを摂政っていう風に呼びます。これは聖徳太子の時に出てきたよね。推古天皇の摂政として聖徳太子政治を行ったよってやったと思うんだけど、天皇が女性だったりとか幼い時に代わりに政治を行ってあげる摂政っていう役職に藤原氏はついたんだと。そして天皇が大人になってからも補佐する役職っていうのがもう一つあります。さあこれを何というかっていうと、こうやって言います。関白っていう役職があるんだよね。天皇が大人になってからも補佐役として政治を行う、それが関白っていう役職なのね。で藤原氏はこの摂政とか関白っていう役職について政治に対してどん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 口を出して、力を握っていったんだと。でこの藤原氏が行った政治のこと、これを摂政のこの摂と関白の関を取ってなんちゃら政治っていう風に呼ぶんだけど、さあこれ大事です、入れていきましょう。これを摂関政治っていう風に呼びます。さあこの動画で必ず覚えてください。この摂関政治、藤原氏が行った摂政とか関白という役職について行った政治のことを摂関政治っていう風に呼ぶんだと。はい。でこの摂関政治が一番全盛期だった時代、藤原氏が一番権力を握った時代なんだけど、さあそれが誰の時かっていうと、一人目藤原の道長という人物、そしてその子供にあたる人物なんだけど、これが藤原の頼通っていう風に言います。さあこれ、ね、読み方要注意、特に頼通の方ね、頼るに通るって書いて頼通っていう風に読むからね。 OK ですか。藤原の道長が親、こっちは子供ですね。この時代の時に全盛期を迎えると。で特にね、藤原の道長なんてね、有名な歌を残してて、この世は我が世とぞ思う望月の、欠けたるものもなしと思えば、もうこの世はねもう完璧だと、満月のように欠けてるものが何もないよっていうことを言ったぐらい、もうこの世は俺の時代だと、俺の世界だと、そんなことを言ってる歌なんだよね。ということでこの藤原氏っていうのが実権を握っていって支配をしていったんだと、そんなところを押さえていってください。はい。ということで大丈夫そうですか。桓武天皇の政治と藤原氏の政治っていうところで大事なところね、押さえていくようにしてってね。はい。でラストなんだけど、新しい仏教っていうのも平安時代になって出てきたよと。唐にね、新たな仏教を学びに行った人たちっていうのがいて、まずそれぞれね、日本に帰ってきてから、宗派をこう開いていくんだよね、それぞれ。で、まず一つ目、天台宗を開いた。天台宗という宗派を開いた人物が、最澄っていう風に呼びます。天台宗は最澄。ここを結びつけて押さえておく。OK? 天才とかね、もうとにかく繋げて押さえてください。天台宗は最澄。そして、比叡山延暦寺っていうね、比叡山に延暦寺っていう、お寺も作ったよと。まあ、そのあたりも細かいところですが、押さえていってください。そして、もう一つ。真言宗という宗派を開いた人物。が、もう一人入れていきましょう。これが、空海という人物。空に海って書いて、空海っていう風に呼びます。これも同じく、真言宗空海。そこを結びつけて押さえておくようにしてね。それぞれね、天才とか、真空とか、それぞれ結びつけて、必ず組み合わせでね、よく聞かれるので、そこを押さえるようにしておいてね。で、この空海というのは、高野山という場所に、ね、金剛無寺というお寺を建てると。そこもしっかりと押さえておくようにしておいてください。はい。ということで、平安時代のスタート。そして、新しい仏教というところもやったので、しっかり復習をしていってください。